オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は三輪先生です。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本では新しい年号令和が発表されて早くも2週間近く経ちますね。4月1日はフランスの全国ニュースでもこの話題が大きく報じられました。フランスをはじめ西欧諸国では西暦しか用いないので、日本特有の年号とは何かという点についてもニュースにおいて簡単に説明されていました。さて、年号を表すフランス語の名詞、皆さんもう調べましたか？とても短い女性名詞です。このように発音します。エール、エール。まるでアルファベットのエールのようですね。実は3文字の名詞で、スペルはウーアクソングラーブ、エール、ウーとなります。この名詞の使い方ですが、例えば平成という年号をフランス語で言う場合は、エールの前に定冠詞をつけ、後ろに年号の名前を入れて、レール平成、レール平成と言います。シンプルですよね。ただしここで問題があります。ローマ字で書かれた平成という言葉をフランス語読みすると大きく発音が変わってしまうのです。どうなるか想像できますか？実はエゼ、エゼとなってしまいます。理由としてはフランス語のアッシュは発音されず、おまけに母音に挟まれた単独の S は Z の音に変わるという規則があるので、平成ではなくエゼと発音されてしまうのです。ですからもしお知り合いのフランス人が平成の年号をレーエゼと発音したら、ぜひ優しく日本語の発音を教えてあげてくださいね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワによるフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は前回同様、アンサンブルの生徒様、通称アンサンブルメイト様の学習法を入門者から上級者までレベルに分けてシリーズでご紹介します。では早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。今日ご紹介する一言は、会話でよく耳にする文型ですが、音がとても短いのが特徴です。なんとたったの2音節、こういう音です。たか、たか。なんだか鳥の名前みたいですが、もちろん違います。実はこれ親しい間柄で使われる言い方なので、これを正式なフランス語に書き換えると、チュナカ、
中、な、かとなります。ポイントはぬ、くという否定表現です。何々しかないという意味ですよね。中、な、かの後ろに動詞の不定形をつけることによって、君は何々するしかないよ、何々した方がいいよという意味の助言を行うときによく使われます。日常会話では中なかという出だしはさらに短縮されて、たかたかという大変短い音になります。ではここで例文を一つ作ってみましょう。先ほどの年号の話に戻りますが、例えばフランス人と話しているときに、相手が2016年は平成何年？と聞いてもわからないとき、インターネットで確かめるしかないよ、とフランス語で返すにはどう言いますか？出だしはたっかを使ってくださいね。その通り。たっか vérifier sur internet。たっか vérifier sur internet。たっか vérifier sur internet。となります。インターネットでという意味のフランス語は、前置詞 sur を使って sur internet と言いますので、ぜひ覚えておきましょう。ではこの文を、vous、あなたを主語にして書き換えてください。どうなりますか？そうですね。Vous n'avez qu'à vérifier sur Internet. Vous n'avez qu'à vérifier sur Internet. Vous n'avez qu'à vérifier sur Internet. となります。この表現は、君、あなたに対して使われることが多いので、たっか、ちゅなか、ぶなべかという3つの出だしをぜひ音で丸ごと覚えておきましょう。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアントー。三輪先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部は、アンサンブルスタッフのミキが、アンサンブルの生徒様、通称アンサンブルメイト様のフランス語学習法を、入門者から上級者までのレベルに分けて、シリーズでご紹介します。3月25日より、アンサンブルメイト様の最新のおすすめ学習法をご投稿いただく、アンサンブル 100% 活用選手権の中から、今回はすみれさんの学習方法をご紹介します。すみれさんはフランス語学習歴が7年、フランス語のレベルは中級でいらっしゃいます。
フランス語を始めたきっかけは、もともと英語が得意科目でしたが、絵画や音楽などの芸術や食文化などに興味があり、大学でフランス語を専攻することに決めました。それ以来、フランス語の虜です。フランス語学習の最終目的は、不自由なくコミュニケーションが取れるようになることです。アンサンブルで受講している講師は、エマニュエル先生、マリーヌ先生です。アンサンブルでのレッスン内容とおすすめする効果的な学習方法をご紹介します。私はデルフ対策の参考書の練習問題、作文やロールプレイングなどをピックアップして、先生と一緒に取り組んだり、興味のあるテーマなどについて議論したりしています。効果的な学習方法は現在模索中ですが、やはりわからないことは後回しにせず、すぐに調べることといっぱい恥をかくことかなと思います。後で調べようと思ったものは、大抵調べずに終わってしまうことが多いので、場合によってはわからない単語があっても、文脈などから判断したり、予想がついたりすることもありますが、予想した後も忘れる前にきちんと辞書を引いて、答え合わせした方が個人的にはその単語が記憶に残りやすいし、その単語がいくつか他の意味を持っていることもあるので、それを確認することができます。また、仕事上ネイティブと話す機会があるのですが、なかなか思うように言葉が出てこなくて悔しかったり、間違った表現を使ってしまって恥をかくことがあります。しかし、その経験がいいモチベーションとなって、もっとナチュラルに話せるようになりたい。正しい言い回しって何だろうと、勉強するきっかけを与えてくれます。授業中でもたくさん発言して、たくさん直してもらえるように心がけています。間違えることは怖いですが、最初から完璧な人なんていないと自分に言い聞かせています。役に立たなかった、自分には合わないと思った学習方法は、フランス語作文をたった一人で勉強し続けることです。もちろん、文章を構成するトレーニングをするのは独学でできます。しかし、言い回しのバリエーションや TPO に合った表現などを身につけるには、先生の指導が必要だと思います。作文の参考書は全てを網羅していませんので、最後にアンサンブルメイトへのメッセージをお願いします。勉強してもしても成長できてる実感がない、苦しい時期もありますが、継続して努力した人だけが前に進めます。言語学習は自分との戦いなので、むやみに他人と比べて卑下することなく、いつか苦しい時期を抜け出せることを信じて、マイペースに頑張りましょう。すみれさん、ありがとうございました。継続して努力した人だけが前に進めますとの言葉、非常に心に残りました。私も諦めず、フランス語学習、頑張ります。ぜひ、あなたも開催中のアンサンブル 100% 活用選手権にご投稿くださいませ。詳細は、アンサンブルメイトのためのコミュニティサイト、クラブアンサンブルに記載されておりますので、そちらをご覧ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そして
この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛にお名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。